こんにちは円卓の平です好きなジブリ作品は海が聞こえるですそしてこんにちは円卓の松林です KOF で好きなキャラは卸クリスです <laughs>、はい、<laughs> ちょうどアプリをやってるんでねはいじゃあ今回はですね僕らクリエイターにとってはもう絶対に切り離せないものがあるんですけれども うん、ダメ出しをされた時の対処法作品に対してねそうですねいわゆるフィードバックとかチェックバックとか言われるやつですねこれに関してどういう心持ちでいればいいとかまあそんな感じの話をしていこうと思います、はい、じゃあまずこのダメ出しに関してですねこれに関してはプロは当然だし学生さんもまあ先生とか ポートフォリオを送っうん100%だしう言われます、うん、で当然なんだけど傷つくんですよねこれそうですねやっぱり、はい、ノーダメージってことはないので、はい、よっぽど自信がないものとかでまあそりゃそうだよなっていうこともあるかもしれないけど、うん、基本的には自分ではいいと思ってるものを作ってるわけだから、うん、まあなよ、ねまあ、当然自分ではいいと思ってるものは作ってる、うんまあ、もしくは ちょっと、うん、まあ自信がないけど実際見せたらどうだろうみたいなところでダメですされるとうん、うん、さぐさ刺さ,さるというかそれはすごくわかるんですよね、うん、これに関しては僕らも一緒だよね気持ちはそうですねうんやっぱり緊張はしますよね、うん、特に明らかに格上の人に見せなきゃいけない日っていうのはあるじゃないですかありますねずっとありますね、はい、そういう時やっぱドキドキするよね <laughs> しますね それってさ何だろうね自分が信じてたものとかを否定されるのってちょっと人格否定というかさやっぱ怖いじゃないですかうん、うん、それが怖さがあるからやっぱドキドキするというか大丈夫かなっていう,うん、うん、だからそれ自体はずっと付きまとうものだから逆に言うとこれは忘れないでほしいというかこの緊張感というのは。 だんだん慣れてもきちゃうんですよね,よねむしろ学生時代の方が緊張してたかなっていう感じの、うん、逆に仕事だとまあダメ出しというか修正だったりとか当たり前に発生するからそうだねまあなのでやって当たり前っていうのがもう日常化するからそんなに見せる時もあまり緊張しなくなってくるというかうん、うん、ものによってはそういうものもあるよねうん、うん フィードバックとかチェックバック修正リテイクとかって2種類あると思ってるんだよね。まず基礎的な部分この、ま、CG 業界でいう一般常識みたいなものここは抑えてて当然だよねっていう部分に対する修正ともう一つが好みの修正ですね。その作品を見てくれた人の好み、はい、この2種類まずどっちを言われてるのかなっていうのを考えるのが大事かなと思いますね。 例えば僕であればキャラクターのモデリングとかなんでその人体の比率であるとか骨格に対する修正っていうのは反省するべき怠惰うん、うん、でしかないので単純に資料見てなかったりとか物の形捉えきれてないっていうのは勉強不足それは当然反省して好みの修正、はい、こういう方が可愛いと思うんだよねって言われたものに関しては こういうのが好みなのかっていうのをこう把握してそれに合わせて作っていく。それは人それぞれなんで、うん、それ言われても気にすることはないと思いますね。うん、まあどう言われるかですよね。まあ、うん、<laughs> 言われ方次第っていうのはあるんだけど。言われ方次第。これは逆に指示を出す側にも伝えたいことであるんですけど、うん、やるのは本当はダメ出しではないんですよね。あ、そうだね。ダメ出しって言い方はちょっと、うん、強烈かもしれないです。うんうん、そういいものを作るためにこうすればもっと良くなるっていうのを伝えれば。 いいんですけど大前提がそこなんだよねなんで言ってるのかっていうのは <laughs> より良くしたいからなんだよねねそうです、ね、たださっき言った基本的なところ人体の比率だったりとか、はい、まあその辺は全くできてなかったら、はい、教えるっていう意味でも普通はこうじゃないよって、うん、ちゃんと調べたとか資料ちゃんと探したどういう資料を 見せてととか、まあ、そういうういやり取り取必要だとは思うんですけど、うん、一方的に悪いところばっかりをずっと言い続けると何が正しいのかっていうのが判断できなくなっちゃうんですよね作る側もそこのコントロールのさじ加減というかある意味センスが必要かなとは思ってるんですけど、うん、見てる側のだから見てる側も好みの修正なのか基礎的な部分なのかは伝えてあげた方がいいとは思うんだよね。うん 僕らの過去あったこれはきつかったなっていうのを言っていきましょうかあ修正修正って言っていいのか <laughs> <laughs> いいよはいいいですよえっと僕は、まあ、アニメーションとあとカメラのレアー,ダー一通りムービー一本作る仕事があったんですけど、はい、まず一発目作ってディレクターに確認した時に無言の状態から少し間が空いてお前これでいいと思ってんの、うん、っていう <laughs> ああ一番怖いパターンのやつ <laughs>、うん あー一番怖いしい、ねはい、確実に分かったのはダメなんだっていうのだけですねしかも何がダメか分かんないんでねそれだとねうんよほどダメだったんだろうっていうのだけは分かったんですけどそれはきついですねただいろんなことを考えるきっかけにはなりましたけどね、うん、あーそうだね、まあ、そういうのも一発食らっとく必要はありますよね,ねそうですねやっていく上で一発食らっといた方がいいかもしれないですねうん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 、うんうん、かなりきついですけどはいはい まあ僕はやっぱあれですかね某国民的 RPG のキャラクター作ってる時にまつげ一本一本に修正きた時ですね <laughs> <laughs> あな <laughs> <laughs> マジで終わんねえぞって思いました <laughs> <laughs> あなるほどほ<ん>僕のはすごく曖昧だったけどあ、もう逆に超具体的 まつ1本1ミリ単位でこの1本はこっちとかそれクラスのすさまじく細かく言われてきた時にかなり厳しかったですねなるほど単純にこもう終わんねえかもっていうレベル <laughs> <laughs> まあ期間もない中でこの修正ですよキャパオーバーですね当時の僕からすると基礎とか好みさらに超えたこだわりを見せられましたね <laughs>、はい 僕も新人の時にやったやつで、うん、まだプレステ2の時ですねムービーパートから自然にオーバーラップしてリアルタイムの映像に切り替わるっていうロード時間を設けずに自然とシームレスにつなげるっていうたんですけどレンダリング用の モデルと、まあ、ゲーム用のモデルって、はい、まあ特に当時プレス2だったんで、超ローポリーとハイポリが重ねた時に、絶対合わないんですよ。それを無理やり合わせるために、モデル変形しまくったりとか、レンダリングした最終絵と、ゲーム画面の絵を Photoshop で重ねて、カチカチやって確認されるんですけど、うん、あと一度っと左にずらしてみたいな。それも、いや、終わんねえぞと思いましたけどね。<laughs> そうね、そうなんだよね。いや、そもそも無理あるぞと。 まあでもやななきゃいけないけんないそ,そうですねなんとかそれもやりきりましたけど僕が幸いなことにというかピクサーの人とかさあとはみんなが参考にしてるであろう、まあ、人体模型って言えばいいのかな人体造形の、うん、を作ってる人とかすごい人にお会いする機会があるんですね仕事柄。まあ、当然そののレベルの人たちってて基礎的な習性なんて もらうわけないんですよ。だって、その人が教科書なんだから。とはいえ、その人たちにも修正っていうのは来るのね。うん、で、それはいわゆるもう好みの修正だけなんだよね。うんうん、そういう方たちにご愛するときに、必ず質問するようにしてるんですよ。そういう好みの修正来たときってどうするんですかって。はいはい、本来だって、その人たちが正義なわけだからさ、まあ、教科書になるようなう。基準を作ってる人たちに対して、はい、その基準を作るようなものが来たときに、普通だったら、 いいや間違ってますすとか言そそううですけどねそうほとんど必ずと言っていいほど言われた通りに直すって答えられますね。へえ<ー>必ず、うん、それは仕事だからなるほど、うん、そ,うそういうのが好みなんですねっていうのをちゃんと理解してそれに合わせて作りますっていうふうにやっぱ答えるねああどんなに偉くても基準を作ってるとしてもそれに応じて作るという。 クライアントの要望に応じて監督とかクライアントの要望に合わせるのがプロだからって言ってそういう自分の好みを出したい場合はそれ趣味でやるって言ってたねなるほど自分の中のさいいものってやっぱりみんな持ってると思うんだよねこの方がかっこいいとかこの方がかわいいとかさそれはわかるんだけどやっぱりそういう人たちの話聞いてから クライアントとか監督さんの要望を素直に聞くでそれに応えるのがプロだなって思ってから修正とかも楽になったね、うん、でむしろそれにどうやって応えようって考えるのが大事なんだなって思うようになりましたねまあ大事なこところですよねこれを知ってほしいなとは思いますねうんそうですね、うん、まあなのでこれから、まあ、いろんな作品作ったりとか ポートフォリオを作ったりとかですね、うん、その過程でそういうダメ出しというか、うん、素直に一旦意見をもらうっていう考え方が大事なんじゃないかなと思いますうんうん、うん、そうだね、うん、で、それが基礎的な部分なのか好みなのかを まあ自分で判断するっていうのが、修正受ける側の心構えなのかなとは思います。ではい、い今回はですね、ダ、え、メ、ー、出しされた時の対処法について話していきました、うんえー。まとめると、修正に関しては大きく2種類あって、基礎的な部分か、うん、あとは好みの部分。基礎的な部分に関しては素直に聞いたり、はい、あとは仕事であれば、クライアントとか、うんまあ、あとは上司の好みに合わせて、うんえー、自分で作っていく。 っていうのが、うんえー、大事なんじゃないかなというお話でした。はい、そうだと思います。はい、じゃあ今回はこんなところで終わろうと思います。<laughs> それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。動画を最後までご覧いただいてありがとうございます。円卓では 3DC 事業界のですねリアルなところをもっと話していこうと思っております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本当は都市伝説とかホラーとかやりたいんだけど。まあそっちの方にもシフトしてたいいんじゃないですかね。いいんだ。 ところでしばしゃべってないけどさっきのダメ出しの話なんですけどもうちょい学生の時とかの話すればよかったですね、うん、ああそうかもね確かにね、うん、確かに確かにちょっとプロ寄りだったかもしんないですねそうどうしてもプロ寄りだとダメ出しというか普通に修正やるってだけの作業だからうんうん、うん うんうん、仕事としてやるから学生の時って自分の作品じゃないですかうん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 そっちの方のダメ出しの方が絶対きついはずなんでそうだね学生さんだとやっぱり自分の好みの作品作ってる可能性が高いからねうんうん作成の時の修正ねまあでも、うんまあ、ど同じぐらいきついよねまあもちろんあの 経験が長いプロの人の方が慣れてるのは確かだね。そうですね。修正に対して、う,ね、うん、体制があるというか。うん、学生さんは本当きついだろうね。マジでむちゃくちゃ言われてると思うだろうね。う,ーんうん。もう、ボロクソに言われることもあるでしょうから。うん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 。うん、そうだね。まあ、その <laughs>、言われてし当然。 な作品の子もいるんだけどね正直 <laughs> でまあ,あ,あ本人ももうはいわかりますっていう感じで聞いてくるきあの聞いてるパターンとかもあるんだけどまあそうですねどうしても言わざるを得ないというか、まあ、逆にそれは僕は僕に対しての試練だと思って、うん、こうすごくアドバイスするんですけど、うん、一番過去でうんはこれはと思ったのは、うん、えっと走りのモーション 半分だけ作ってたんですよね半分どういうことですかあの一歩一歩というか半歩あ半歩はいだからループにもなってないですよ左足だけ出すみたいなほうで困りましたねそう2年生の時点で作った作品がそれだけだったんですよ半歩ですよはいははい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 まあまあでもある話ですねで僕はその時にですねえっとその動画に対してじゃなくてまずは 2年生の4月ぐらいだったかなの時点で作品数がまあ最低でもえ10個は作りましょうと。2か月の間に。まず、君の目標は2か月でこういう動きの基本動作を10個作るのを目標にしましょう。っていうアドバイスはしましたね。まあそうだよね。そのもの自体に言うことはないからね、実際ね。うん 本当にそ<う>あの、なんだろう、法様みたいなやつだけポンって出してるぐらいの学生さんもいるからね、本当にね。います。そうで、うん、もうそれに対しては、やっぱ言うことはないんで。<laughs> だからその時に試されますよね、僕らも。うん ああそうですでまあ、本当そうそうん。でも、まあ、俺は、あの、前も言ったけど、まあ、本当は何やりたいのってもう聞くようにしてるけどね。<laughs> あなるほど。もう、こいつ、CC じゃないんだ、ね、<laughs> なんか、向いてないから、さすがね、そこまで <laughs>、うん。まあ、そうですね。まあ、あのー、一番大事というか、まあ、ボロクソに絶対言われることは絶対あると思うんですよ。うん、はいで。その時に、えっと、うん、それはもう、クリエイティブ。 をやってる人間にとっては絶対当たり前のことだから、うんそ,ね、そこで折れないでほしいんですよねあね、そうですねそれはそうだと思いますな俺にはもう向いてないとか思わずに頑張って作る、うん、作り続ける逆に修正を受け入れるぐらいのものにはなってるってことだからねあそういうことですそういうことですうんなんかそこはやっぱり素直に聞いてあこうすれば 良くなるんだっていうのに気づいてほしいですね。うんうんうん。まあそれを大事にしてほしいですね。そうだね。